はい。今回は岸田首相が広島サミットに前向きで懸念されるニュース、こちらについて考えてお伝えしていこうと思います。今回もよろしくお願いいたします。 まだですね少し喉の調子が悪いので、ちょっと聞きづらい点がありまして、申し訳ないです。リスナー様にいろいろ教えていただいて、うがいとかしてみたら、ちょっと喉の調子が良くなってきたので、お気を使っていただいて、温かいお言葉をいただいて、本当にありがとうございます。感謝の限りです今回のこの岸田首相の広島サミットのニュースっていうのは、これっていうのは国民がですね、 かななななり考えいいといけないこののニュースの内容なんですねどういったニュースなのかっていうそのニュースに入る前にですねそもそも少し前から注目されていたことがありましてそちらが今話題に上がらなくなっているっていうことから考えていきます自民党とですね東丸協会の問題が話題になって注目されたんですが 今、選挙前にそのことが全然注目されないんですね。全くその話題に触れないと。まあ、日本の議員の多くが東丸教会と深く関与しているということで、これっていうのはあの政教分離に明らかに反するんですね。で、今の日本っていうのは、この東丸教会の方針に沿って法律、あるいは改憲をしようとしているわけですよ。とてもですね、えーまあ、懸念される状況にあると。 で、こういったことを国民が注意を払わないといけないまあ、そういった状況であるとまあ、そちらを考えて、今回のニュースをまあ、見ていこうと思います。どういったことかって言うと、まあ、あのこういったニュースなんですね。まあ、新年度の予算が成立して、えー、国会では、えー、防衛増税っていうね。まあ、岸田っていうのは常に何かがあると防衛費軍事費増大っていうことを言うんで。 本当はですね日本は今、あの少子化対策をしないといけないんですが常にこの防衛費の増額で財源を確保するにはどうしたらいいのかということででこのことにですね他の党も反対しないわけですよ口ではあの <laughs>、まあ、安易に増税反対とか、まあ、財源の話をするんですが、えー、それよりも何よりも、まあ、財源の話っていうのもあるんですがもっと根本的に問題があるんですよ。 日本というのは和平の国平和主義を掲げて、ねえー、ずっと起きているにもかかわらず岸田というのはその軍国化に向かおうとしているでそれを <laughs> 止めないといけないんですが全くそれを止める、えーまあ、議員がいないと憲法とかそういったものがあもうないがしろになっている、まあ、日本の今分岐点にあるとそういった話なんですね。 で岸田はあこの G7 広島のサミットで、えー、議長をするということでこちらにですね、えー、浮かれているっていうまあそういった話なんですよ。ただ日本が <laughs> こんなね、えー、G7 広島のサミットで浮かれて岸田がね、えー、好きにいろんなことを言うっていうのは国民にとって有事に入るそういった可能性もか考えられる懸念材料なんですよ。 岸田っていうのは国家安全保障戦略3文書とかね、まあ、そういうのを報告したり、あるいは全くわからないんですが、同志国の軍を直接支援するとか、そういうことを言ってるんですよ。同志国なんて聞いたことないじゃないですか。で、この同志国っていうのは何かっていうと、まあ、政府の価値観を共有する国とか、そういったことを言って、フィリピンとかマレーシア、バングラディッシュ。 フィジーなどの支援を想定していもともと、まあ、政府開発援助 ODA では他国の軍は支援できないが政府安全、えー、保障能力強化支援 OSA なる枠組みを創設するとだからこんな OSA っていう話もマスコミは取り上げないんですよだからよくわからない間にどん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 日本がその有事の方向に向かっていってしまってると。<laughs> 非常に、えー、意味がわからないんですねで岸田っていうのは口を開けばあの安保3文書の改定で専守防衛とかって言うんですが言ってることとやってることが違うんですよ。安保3文書の中には敵基地攻撃能力の保有があ,あるわけですね。先制攻撃ができるように、えーまあ、するということで他国への軍の支援。 できるようにってあらゆる制約をはらあの取り払って憲法9条をなくそうとしていると、うん、で国民には説明がないまま平和主義のまあ、転換を図ろうとして閣議決定でね、うん、非常にまずいわけですよ。だからこういった話をするんであれば国会で話し合わないといけないんですが。 閣議決定、岸田のですね閣議決定でどんどんそういったことを通してしまっていると、あ完璧に憲法が無視されている、まずい方向に今、ことが向かっているという、まあ、これがこの今の日本の状態なわけですね。で、この武器輸出を全面禁止する武器輸出3原則っていうのがあったんですが、2014年にこの防衛装備移転3原則を閣議決定して、海外輸出への、まあ、 道筋を通したんですが、<laughs> その時もまあできるものっていうのは、えー、限られていたんですね、5つのものに。でも岸田はそういうことを、えーまあ、取り払おうと、だから安倍よりもやってることがひどいわけですよ、あの軍事のものね。うん、で、武器とかそういったものを海外に輸出する、うん、防衛装備っていうことでそういった武器を、えー、まあ、輸出する。で、岸田は G7 広島サミットの、まあ、議長国として、えー、まあ、あ 気分高らかとするんですがかなりこんなことをしていることがまずいわけですよ。で例えばですねこういったことなんですね。<laughs> ある国に軍事支援すればその国の敵対勢力から日本というのは反発を招くっていうしごく当たり前なんですね。うに何かを提供すれば、ろに反発されるってことです。ロっていうのは日本の隣国ですから、軍事大国。うん、ね。ーがずっと黙っていることなんてはないわけですよ。そんな日本がうにいろんなことをしていれば、ーも黙っておらず。 間接的に、まあ、そういう対立になる、ロとかネズミ国とかと、まあ、そういったものに乗っかるというのは非常に危ないわけですよ、まあ、当然、岸田の背後にはアメリカ、米軍がおり、米軍が支持していると思うんですが、こんなことをしていたら日本国民のためにならない、国益,国益を損なう、まあ、そういった話なんですね。だから日本というのはそもそも中立の立場であるべきなんですよ。 サミットで、えーそのね、注目されるとかアメリカから、ねえー、支持されるとかそういったことではなくあのまあロの話とか炉と炉の話を使って岸田っていうのは異次元の軍国化を進めているって、うん、異次元の少子化対策ではなく異次元の軍国化って言われてますから非常に危ないわけですよ。岸田をこのまま放置しといたら核保有するとか、うん、だから岸田にこの広島サミットをさせてはいけないっていう声が、えー、多数今出てるんですよ。 ただ問題っていうのは他にありまして岸田がそういったまあ軍拡に反対する議員野党がいないっていうことだから与野党をぐるっていうことです軍拡には反対しない、えー、岸田をそのまま、えー、肯定し続けるということですねだから国民が気をつけないと日本が有事に巻き込まれるそういった状態であるでマスコミはこのことを報じないうん だからこれ問題っていうのがありまして与野党をぐるであと日本国民もこういうことに全然関心を持かないんでだからあの悲しいですけど日本がねそういった有事になってしまったら国民のせいでもあるわけですよ国民のその無関心さっていうねそれは難しい話はありますが今会見緊急事態条項っていうものが危ない日本が今有事に向かいそうっていうことなわけじゃないですかだからよくね、まあ、皆さんも思われると思いますが外国がどうのこうのって言いますけど 外国国の話でででははないんんすすよよ問題は日本国内にあるんですよこうやって日本国内で会見したりとか緊急事態条項をしたりとかで当たり前ですが僕もそうですしリスナーさんもそうだと思いますが G7 で別にねそんな軍事支援して外国から褒められることなんて国民は望んでいないんですよなぜなら日本が有事に向かうからね、うん、だからまあ安倍とか岸田自民党の背後には米軍がいますが米軍支持が飛んでると思いますが 岸田っていうのは安倍よりもやることがひどい、えー、まあ軍事費ね、うん、軍事費増大、防衛費増大、だからもう本当に国民が、うんまあ、自民党以外に投票するしか道がないんですよ自、自公政権以外。じゃあ逆にどこがいいのかっていうのも悩みどころでありますが、自民党以外、えー、に投票しないと、まあ、自公政権以外にしないと、今まで日本が和平を、まあ、も重んじていたものが、えー、なくなってしまって、国民がですね、日本国内で、えー、穏やかに過ごせなくな,なってしまうので、僕は、まあ、皆さんも だと思いますが、日本国内でまあ穏やかに過ごせることを願っているんで、えー、こちらの件についてえこのように思っておりますということで、今回は岸田がですね、広島サメットに前向きでえ懸念されるっていうまあニュースについての解釈をお話してみました。最後まで聞いていただきましてありがとうございます。今回はここで終わりです。失礼いたします。